2024年1月、ある力士が暴力事件を起こしました。それが元横綱である白鵬、宮城の親方の弟子である北青鵬です。宮城の部屋の親方である宮城のを襲名した際、白鵬は自身同様、ギネス世界記録をもらえるような弟子を育てていきたい、と語っていましたが、この暴力事件により北青鵬及び宮城の親方に対し、異例ともいえる厳格な処分が罰せられました。その処分の内容の厳しさに相撲界が大きく混乱する中、同様に去年の9月に弟子が暴力事件を起こした陸奥親方に対する処分と比較すると、少々処分が重すぎるのではないか。この両親方の違いは何なんだ。白鵬嫌われすぎじゃないの、などと大きく非難する声が上がっています。日本相撲協会から宮城の親方へ言い渡された処分は、年寄りへの2階級降格と3ヶ月間 20% の報酬減額です。対する陸奥親方は3ヶ月間 20% の報酬減額処分のみでした。なぜこんなにも大きく処分内容が異なるのか。厳格な処分を言い渡された宮城の親方と、軽度な処分にとどまった陸奥親方との違いは一体何なのか。今回の動画では、相撲協会に長きにわたり隠れた闇とされている一貫性のなさや公正さの欠如について詳しくお話ししていきます。白鵬への厳しい裁定。日本相撲協会のコンプライアンス委員会は2024年2月23日、両国国技館にて臨時理事会を開き、弟子である幕内北青鵬の暴力行為に対し、宮城の親方及び北青鵬へ厳罰な処分を言い渡しました。騒動の内容としては、昨年7月場所中に宮城の親方の弟子である北青鵬が弟弟子に対し、顔面や睾丸への平手打ち、突き飛ばしなどの暴行を加えたことや、殺虫剤スプレーに火をつけてもてあそぶなどの行為があったというものです。宮城の親方はその暴力行為を把握していたにもかかわらず、北青鵬に対し直接の聞き取り確認や注意、また協会への報告を怠っていました。また協会が今年1月に内部ヒアリングした際には部外者を同席させ、その人物が部屋に所属している他の力士に口止め工作まで行ったことが判明しました。複数の弟弟子に対し暴力行為を行った張本人、北青鵬に対しては引退勧告処分、また親方である宮城の親方については2階級降格及び報酬減額となりました。協会の処分は7段階に分かれており、最も重いのが解雇で、次いで引退勧告です。以降は降格、業務停止、出場停止、報酬減額、懸責とされています。つまり引退勧告を命じられた北青鵬は2番目に重い罰、降格を命じられた宮城の親方は3番目に重い罰となります。陸奥親方の軽い処分。宮城の部屋の騒動に対し、2023年6月には陸奥親方とその弟子が同様に暴力事件を起こしたとして、陸奥親方に対して3ヶ月間 20% の報酬減額処分を下しました。陸奥部屋で起こった暴力事件とは、幕下以下の力士が部屋に所属していた他の力士に対し、年末の大掃除の際、指示とは異なる片付けをしていたことに腹を立てて、背中や足を縄跳び用のロープで叩いたり、脇腹を殴打したという内容のものです。他にもちゃんこ部屋で顔面を手で叩いたり、左足に膝蹴りをするなど、暴力が常態化していたことがうかがえます。陸奥親方はこの事実を確認し、協会に報告しましたが、肝心な詳細の報告を行わなかったのです。この事件に対し委員会は、陸奥親方に対し監督責任を怠ったとして3ヶ月間 20% の報酬を減額するとしました。加害者である当該力士については自ら引退届を提出したため、懲戒処分はなかったとされます。陸奥親方に関しても、協会の2番手である事業部長を務めていましたが、自ら責任を取って辞任しました。そして事業部長の後任は、柴田山広報部長が兼任することになりました。柴田山広報部長は、適切に指導しながら、そういうことがないようにしたい。万が一やれば迅速に報告を上げて対応をしたい、と話し、陸奥親方は辞任はしましたが、理事にとどまり続けているのが現状です。減俸処分だけで済んだ陸奥親方と宮城の親方の違いは一体何なのでしょうか。相撲協会の処分基準。この各界の闇ともいえる2つの暴力事件ですが、似た事件であるにもかかわらず処分の一貫性や公平性に違和感を感じます。宮城の親方の減俸処分及び最下位の年寄りへの2階級降格という厳罰処分は極めて異例の事態です。横綱大関経験者は引退宮から始まるため、元横綱
白鵬である宮城の親方が年寄りに降格する処分は世間を騒がせました。年寄りは館内整備などの仕事がメインになり、花形部署である審判部で勝負審判を務めることは原則としてできないとされています。そんな重い罰が下された宮城の親方に対し、道の区親方は減俸処分のみ、自ら事業部長を退いたものの、今もなお日本相撲協会の定員10人で構成される理事の座に君臨しています。弟子が暴力事件を起こすという同様の騒動を起こしたにもかかわらず、この処分の違いはなぜでしょうか。これは日本相撲協会が重視するポイントにヒントがあると言えます。それは監督義務違反、報告義務違反及び調査協力義務違反の3点です。宮城の親方に関しては主に報告義務違反と調査協力義務違反が重い処分に至った要因とされています。その他にも現役時代に3回の処分を受けていることを勘案するとしていて、これは現役引退時協会のルールを遵守する旨の誓約書を提出して親方になることを認められた経緯があることから、今回の騒動は師匠としての素養、自覚が大きく欠如していると認定されたものとされています。協会はこれまで相撲界の歴史の中でも問題とされていた暴力行為に対し、2018年12月に暴力禁止規定を制定しています。20条にわたって禁止行為や懲戒処分などを定めていますが、今回の2つの事件に対する処分を見比べても、果たしてこの規定に沿った形で処分が決められているのか疑問が残ります。学会の公正性の追求、この公平性の欠如に関する問題は今回のような不祥事が起きた際にとどまらず、相撲界全体として捉えなければいけない問題なのではないかと思われます。大相撲の取り組みは著しく公平性を欠いていると世間から声が上がるほどです。例えば大相撲は横綱など上位力士の対戦相手は当然ながら上位力士同士で、幕尻などの下位の力士は下位同士で対戦します。そうなると下位の力士の方が成績が良く、上位との対戦が組まれないまま優勝することへの疑問の声も聞かれます。他のスポーツのリーグ戦は総当たりの対戦方式が常識とされています。大学ラグビーの対抗戦も公平性に欠けるといった理由で総当たりリーグ戦へと変更されています。将棋も総当たり戦となっています。大相撲もいずれそうなることを願いますが、まだまだ途上なので紆余曲折がある。と期待はあるものの、まだ未来の話だと思っている声が多く聞かれます。一般企業ならばとっくに破綻している中、公益法人として法人税など税制面でも優遇されているように、国技の担い手の法人として擁護されているため、先の話になるかもしれません。暴力団が絡む野球賭博に大相撲の力士や親方が深く関与していたことや、根絶されていない暴力事件など様々な場面で公平性や透明性が欠如していると言わざるを得ない相撲界ですが、2018年に暴力禁止規定が定められたと同時にコンプライアンス委員会も発足しています。ガバナンス機能が厳しく求められるこの令和の時代、公平性、一貫性を欠いていてはファン離れしてしまう未来が大いに予想できます。禁止規定においてもコンプライアンス規定においても、どんどんブラッシュアップされていくことを期待する声が大きくなっています。そして相撲を伝統ある国技として守っていくならば、当然子どもたちが楽しめるものを作らなければいけません。今後の相撲界を担う若手力士たちのためにも、相撲界をこれまで魂を込めて牽引してきた横綱大関の師匠たちには、透明性、公平性を遵守し、スポーツマンシップにのっとった誰しもが応援したくなる、そんな相撲界を築き上げていくことを多くのファンが期待しているのではないでしょうか。